どうもツンツンです。今日は環境考察ですね。決始まりますので、最新の環境と相性表を解説したいなと思ってます。ちょっとその前に UA が先日出したものよりこちらのタイプの方がいいんじゃないかと思ったので、まあ先にねそちらの共有だけ、皆さんにしておきたいなと思います。で今回なんですけれども、必要なパーツとして自分が思ったのはトリッキー、カナディア、コズミックサイクロン、この3つがあるのが非常に重要かなと思います。で例えばこのハンドだったら UA スタジアムがないからダメなんですけど、ここから今からワンキル取っていきます。まずトリッキーでこいつ捨てるんですよね、ペナルティで。ペナルティは墓地から除外することでスタジアム取ってくると。でさらにスタジアムを張ります。でこの後にあと大切なのはリバウンダー、こいつ非常に強いと。で出してリバウンダーは召喚時に墓地もしくは手札から UA を特殊召喚できる。最悪ねトリッキーを、まあ、スタジアムあるんだったら全然あの UA とかを切って、トリッキー特殊召喚したりとかしてもいいと思いますし。でちなみにここダンカーを取ってきました。これで、ワンキルになります。まずこいつ殴っていくときにヴァンパイアシフトで、グレイス出てきます。でこうやるんですが、まずここ抜くじゃないですか。で攻撃力500上がってるんで500しかライフ取れないと。でこの後にファンタジスターが横にモンスターいるときに手札の UA 出せるんで、このままダンカー出していきます。で、こいつ倒してダメージ与えたんで横破壊と。でさらに攻撃力上がってるみたいな感じです。でこれスタジアムとあと上級のリバウンダーとっていうのが絡まないといけないんですが、ここのアドバンスのためにね、トリッキーもしくはコズミックサイクロンを、仕込んでいると。まあそんな感じです。でトリッキーに関しては今みたいにねスタジアムをサーチする手段にもなるから、まあトリッキーが非常にまあいいチョイスかなっていうふうに思います。で実際こんな感じになります。トリッキー、コズミックサイクロン、カナディアが重要なので、この辺に関しては微調整必要かなと思うんですが、大体の大枠はこんな感じです。でカナディアがじゃあ何に刺さるかっていうと、まず一つ防御面、もう一つアドバンス召喚の、コスト。まあ防御面に関してはクーガー、あと UA にも別に普通に刺さるし、そういったところが強いと。あ、まあ一応サイマジにも刺さりますよね。で、それが非常にいいのがこのカナディアで、例えばこっち先行だった場合、いきなりコズミックサイクロンからサイバー流でプロト出してって展開できないじゃないですか。じゃあ先行時どうするかっていうと、例えばカナディアとペナルティがあればカナディアセットで相手裏足踏みにします。で、こっち側のメインフェーズ時に例えばペナルティ発動します。ペナルティに関しては永続トラップなんでいつでも発動できますよね。これがどういうことかっていうと、ペナルティがあればいつでも墓地からアドバンス要員のカナディアを取ってこれるっていうことなんですよ。なのでカナディア自体とペナルティっていう永続罠が非常に相性がいい。なので、今回はカナディア3枚あることによって事故率も軽減できて防御札にもなるかなっていうふうに思っております。でこれは普通に相手のバック剥がしつつプロットドラゴン出す。で、こいつはアドバンス召喚のコストにもなるし、こいつを捨ててスタジアムをサーチすることもできる。まあ自己回避の一番の、ポイントですよね。だからトリッキー3の方がいいのかなーっていうふうにちょっと悩んでるんですが、まあちょっとその辺の微調整はおいおいっていうふうに思ってます。で、スタジアムですね、こいつがいると UA が特殊召喚されると500ポイント上がるのは、全てのモンスターです。だからプロットドラゴンも上がりますが、これトリッキーも上がるんですよね。だからトリッキーが打点25になると。で次のターンもう一回特殊召喚すれば、トリッキーが3000になるというふうな感じになって、どんどんパンプアップしていきます。ということはスキル粉砕はいらないかなっていう結論になって、自分の中ではスタジアムが絡めばいいので自己回避のサイバー流がやはりベストなんじゃないかというふうな結論になっております。まあ以上のことを含めて今から、相性表作ってみた、ティア1、ティア2、そういうのをね、自分なりに考えてみたので、その辺を解説していきたいなと思います。ではここからはね、環境考察フェーズになります。で、UA がね、新しく環境に入ってきたかなと思います。で、ポテンシャルだけで言えば、正直、ティア2じゃなくて、ティア1レベルだと思います。しかしね、まあ、狡猾、カナディア、まあ、このあたりにちょっと弱いかなっていうふうに思ってるんですよね。一応、まあ、メモにも書いてるんですが、狡猾ケアがちょっと×で、狡猾をケアするための要求反応がすごく高いというふうに思います。であれば今の環境的に狡猾カナディアきついっていうのは割と致命的かなと思っております。なので、今回ティア2にしました。
もちろん環境が変わって狡猾があまりないとかっていう風になればこいつがティア2からティア1に上がる、そういう風なあの可能性を秘めたテーマだと思います。またあのこれはあくまでも狡猾に弱いからここっていうだけであって、狡猾に対してのね、回答札そういうのがあれば全然ティア1に上げたいテーマではあります。なので、まあ、もしそういう風なね、あのこういう風に狡猾ケアしてるよみたいなのがあればコメントとかねくれると嬉しいです。で、UA がこう上に上がると、じゃあ相対的にどういう風になるかっていうと、 UA はアマゾネスに強いと思ってます。まあ理由としてはアマゾネスの吸収ですね。こいつの発動タイミングが完全に UA ペナルティよりも後なので吸収が結構無効化されちゃうことが多い。あとマイティスラッガー、ダンカー、このあたりがアマゾネスしんどいってなると、UA が上がってくるとアマゾネスがティア1のテーマに対してバツ丸バツあとミラーになるんですよ。バツバツはちょっとしんどいかなっていう風になりまして、でアマゾネスがティア2に一つ下がるんじゃないかなっていう風に思っております。で基本的にはあの前回と変わっておりません。で、ティア1ティア2と書いてますが、イメージ的にはこれティア2というよりもティア 1.5 ぐらいの力の差だと思っております。まあここがこのティア1ティア2が、正直この6つのテーマが KC では多いんじゃないかなっていう風に思っております。で、クーガダンなんですけれども、まあこれまでのね規制後のなんか流れを見ていると、傷の力もしくはシーステ、このどっちかっていうのが有力かなと思っております。で海外ではシーステ型も全然多い印象かなと、日本じゃあまり見ないかなっていうふうに思ってます。でクーガダンはサイマジマドに対して弱いと書いているんですが、ただとは言ってもクーガダン側にもウィズとか狡猾とか、先行狡猾とかのね、回答があるので、まあ一概に弱いとは言い切れません。まああくまでも勝率としては4割とかそれぐらいになるんじゃないかなっていうふうに思っております。で、サイマジに関しては、まあ、最近ね自分がディスコで、よく言ってる話ではあるんですけれども、まあ教えてもらってる最中のテーマになります。正直サイマジはねある程度使えるようにならないと KC 厳しいんじゃないかなと思ってるので勉強中です。で教えてもらってる中では、まあ、悪夢の章が強いで、悪夢の章は、まあ、ゲーテルを打てる回数を、ね、増やすっていう風な、まあ、コンセプトでやっているんですけれども、それが強い。で、安定を取るんだったら、まあ、リスターとかでもいいと思います。で、まあ、なんで練習してるかっていうと、自分の中でね、サイマジ相性が基本丸のテーマが結構増えてきたかなっていう風に思ってるんですよ。まあ、UA に対しても、まあ、全然負け筋があるので絶対取れる丸っていうわけじゃないので、その点だけちょっとご了承いただきたいんですが、相性が比較的いい、テーマが増えてきたかなと思ってます。なので練習次第ではここ化けるかなと思っているのでちょっと練習してます。まあ、とは言ってもミラーは不毛なんですよね。だからミラーが増えてくるようだったらサイマジ使わなくなるんですが、まあ、難易度が高い比較的ね、まあ、芝とかに比べたらまた別の難しさがあるので、デッキパワーがねちょっとバテるだけだったら低いとか、そういうのがあるから、サイマジは使うの難しいと思うんですよ。だから絶対数としてそんな多くはないかなと思うんですよね。どっかで頭打ちになるかなと思うんですが、まあ、ミラーが増えてきたらサイマジは使わないかなと。あとアマゾネスは UA が増えるんだったら、規制ですね、規制ゾネスはちょっと微妙かな、虫は微妙かなっていうふうに思います。で UA が増えるんだったら狡猾が UA 弱いんで、狡猾積みやすい罠地獄型かなと思います。あとはサイマジが増えるんだったら墓所だしみたいな感じで、アマゾネスはすごく、その時に流行っているテーマによって後ろの札も変わるし、スキルも変わるしっていう風なテーマだと思います。だ環境読みができる人はアマゾネスすごくいいかもしれないです。で UA 無理ってアマゾネスで UA 無理っていう人もまあいるっちゃいるんですけれども、まあぶっちゃけそこはあの罠地獄型にしたら大部分が解決するかなと思います。勝率4割になることはないかなと思ってます。で、UA のところですね。UA のところはちょっと重点的に話したいと思います。UA なんですが、クーガは、ウィズは嫌ですけど、相手はこちらのダンカーが嫌と。で、あと、マイティスラッガーが絡めば、マイティスラッガーで攻撃時は、ウィズモンスター効果発動できないんで、ペナルティが問題なくパカーって開くことができるんですよね。だそういう点が強いと、非常に。相性はフラット寄りかなとは思ってます。サイマジに関しては言うてね、サイマジ立っても勝ち筋はあるんですよ。なので確実にダメかっていうわけではないです。相手の後ろの札次第っていうのもあります。ただまあメインギミック的には普通にサイマジが嫌かなっていうふうに思っております。
まあ、ペナルティー無効で動き封じられるのがしんどいし、ゲーテで後ろ飛ばされるし、なんとか突破したとしてもレベル8が出てきちゃうし、みたいな感じになるので、ギビキとしては嫌かなと。アマゼウスに関しては、まあ、相手が構築寄せない限り有利っていうのは変わりません。で、マスクですね。マスクはペナルティーとダンカーが、勝ち筋かなっていうふうには思います。ただ、マスクとか、コズサイとか、トリニティとかね、相手には回答札が十分用意されてるんで、そういう意味で、っていう。で、UA が増えるんだったら、マスクは粉砕型がいいかなと思ってます。まあ、トリニティ以外にも突破手段として、アンキーが粉砕込みで3、1位まで上がるんですよ。なので、そういう意味で自分は、ダンカーが、スタジアム込みで3000で突っ立ってるところを、アンキー3、1でガンって上から殴るのが非常にいいかなと思うので、個人的には粉砕型かな、とは思います。で、ヴァンパイアに関しては横で出てきた、剣族コウモリ。このあたりをね、ダンカーでパーンってシュート決めちゃうと3000ポイントボコーンって入って、でプラス相手があのなんていうライフとか払っていればもう相手ライフほとんどないみたいなことにできます。なのでヴァンパイアに関しては普通に相性は、いいかなと思います。で、マスクですね。マスクこの辺苦手なんですが、アマゾネスが減るんだったらバック干渉札減らして、その分聖杯とか、融合2枚目とか、まあ、そういうところに枠避けると思います。だから環境次第で、アマゾネスと一緒ですけど、マスクも構築変わるかなと、まあ、スキルは、巨大決戦、粉砕、墓所、まあ、このあたりがメインかなと思います。まあ、運命のステージ草原あたりもあります。ただ UA がいるんで草原にしちゃうとちょっと旨味がなくなるかな、あいつらも戦士族だしっていう風に思います。で、粉砕だったらデッドリーでウィズ抜けたり、暗記でなんか抜けたりっていうのがいいですよね。で、あとフィールド魔法が増えてきてるんで、ディバインガインが強いという風に思います。ただの強欲な壺じゃなくなったかなっていう風に思います。で、ヴァンパイアに対しても普通に相性がいいという感じです。で、バンプなんですけど、アマゾネスが、いなくなるんだったらサイバー流かなとは思います。サイバー流にすると、バンプをね出しやすくなるんで、UA 取りやすくなったり、マスク取りやすくなったり、サイマジ取りやすくなったりっていう風にするので、個人的にはサイバー流かなっていう風には思います。後ろに関してはグレイス効果で割っていけばいいので、はい、ではいかがだったでしょうか。まあ自分的には今最新の相性表っていうのはこんな感じかなっていう風に思っております。パワーバランスもそんな感じかなと。ただこれは構築、プレイング、それで全然変わってきます。なのであくまでも話半分程度に聞いていただけると嬉しいです。では今回動画以上になります。またね KC ファースト生放送やっていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録してね、生配信見に来てください。では最後に高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。